銀と硫黄が反応するって頭がなかったんだよね。真っ黒になったの。エルメス様っていう噂で聞きました。そうそうそう。で、どうやって戻すのっていうお話です、今日はね。家庭で簡単にできる科学実験だから。はい、皆さんこんにちは。東京美容外科の麻生徹です。アシスタントの鈴木です。よろしくお願いします。はい。一応この間めちゃくちゃ美味しそうな肉食べてましたよね。そうなのよ、尾崎牛って言ってね。ああ、いい時呼ばれないし。でも知ってるって言ってたよね。一回だけなんかお会いしたことあるんですけど、ね、うん、また来てくれって言ってたから。行くんですか？行くよ行くよ。いや、僕鉄板焼き屋さんとかやりたくて、あの鉄板焼き、まあ肉、はいはい、なんかもう本当1週間に1回か2回は肉食べてるのよね。焼肉か鉄板焼きか。そしたらもう自分の店作った方が良くないと思って、高いお金払うより、ワインもね、ね、原価で食べれる方がいいからね、はい、うん、まあ、会員制のね、鉄板焼きやろうと思ってたんだけど、全然話ずれてるんだけど、はい、それでね、宮崎行ってたの、はい、うん、そしたらね、僕のこの大事な大事なね、シルバーがね、最近僕腕時計つけないでこういうのつけてるんですけど、これをね、つけたままお風呂入っちゃったの。温泉ですか？温泉だったの。シーガイアに泊まったんだけど、シーガイアのさ、下に、月読みっていう温泉があってね。で、そこにね、これ外さずに、まあまあまあ、いつも家でお風呂入るときもこのまま入ったりするから。普通外しません？外す？めんどくさいなと思って。お風呂入るとき。で、そしたら、硫黄があるから、はい、僕もほら、化学を習ったのはさ、高校以来ですから、はい、銀と硫黄が反応するって頭がなかったんだよね。温泉とは知ってた？知ってたけど、はい、真っ黒になったの。入った瞬間。ちなみに、エルメス様っていう噂で聞きました。そうそうそう。エルメス、これシルバーだったんだね。はい、うん。そしたら、硫黄化銀になっちゃって、周りがピューン。物の見事にお風呂出た瞬間真っ黒になっちゃって。はい、で、どうやって戻すのっていうお話です、今日はね。うん。で、それで、まあ、アルミ箔と、の中に、水を入れてこれを入れると、論理的には、その、イオン化傾向っていうのがあってね、銀よりもアルミの方がね、イオンになりやすいっていうのがあるわけですよ。そうすると、硫黄がアルミの方にひっつくというか。ああ、だから、この黒ずんだものが、こっち側に引っ張られて、うん。そうそう、引っ張られていきますよっていうので、化学式はこうなるんだけど、インターネット叩いたら、シルバーアクセサリーどう戻すみたいなのがあるんだけど、アルミ箔の中に食塩を入れて熱湯をかけると、より加速して。加速して、だから、それがね、化学式を書きなさいっていう問題が出るんですよ、結構。これセンター試験で出て、だいたい書かすと正答率 60% ぐらいで化学やってる子でも、ナトリウムとか CL をこの中に入れちゃう。でも全くよくわからないですけど、これ。だから塩は NaCl でしょ？はい。でもこれがこうなるのが、塩化ナトリウム。塩化ナトリウムは関係ないわけ。あ、化学反応には。ただ促進させるために。そう、触媒という。化学反応を促進させるために重曹とか塩化ナトリウムを入れて、お湯を入れると、硫黄が銀から取れて、アルミニウムの方に行くから、ブシューって泡立てて綺麗になります。すごい綺麗になってたんですけど、一個綺麗ですか？じゃあ、はい、水とアルミニウムに入れとけばいいってことですか？うん、それだとちょっと化学反応弱いから、化学反応を促進するものとして、まあ触媒っていう言い方するんだけど、はい、そういうのを早めるために、そうそうそう、化学反応をさせるために、そういう化学反応しやすい環境を作るために、あ、お湯と食塩を使ったっていう、重曹でもできるし食塩でもできますよっていうことで、いい問題だからね。生活のついで説明ってしてくれないんですか？もうだから、これ分かんない。銀に硫黄がひっついちゃったんですよ。はい、で、アルミニウムがあると、アルミニウムの方がイオン化しやすいから、イオンになっちゃって、外れて、こうなりますよっていうことですよね。なるほど。分解されましたよ。そう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 、分解されますよと。で、こういった説明を分かりやすく、ドクター予備校の方では、学生さんも説明してくれてるってことですね。そう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 、こうイオン化傾向、イオンになりやすい順ですよね。アルミニウムの方がね、イオンになりやすい。イオン化傾向が多い気ほど陽イオンになりやすい。陽イオンになりやすい金属は酸化しやすい金属でもありますよ。まあ、家庭ではアルミニウムが手に入りやすいからアルミ使いましたということですね。そうやね。で、その実験の模様が、うん、動画で残してるんで、はい、ちょっと見てみてください。はい。じゃあ黒ずんだブレスレットとかは一瞬で綺麗になる。一瞬綺麗になります。試してみてください。はい。家庭で簡単にできる科学実験だから。
まあちょっとエルメスで実験したのがちょっと不謹慎やったけどね。でもエルメスだから直したかったんですよね。まあまあ真っ黒にして、あの、ちょっとヴィンテージエルメスやねんって言おうかなと思っててんけど。嘘だ。綺麗にしちゃった。え、初めの色はそれですよね。初めより綺麗になってきました。まあいいや、学んだことが大きいからいいよ、もう別に。はい、はい、このチャンネルがいいねと思ったらいいねと、チャンネル登録の方もお願いします。